角煮まんに佐世保バーガーなど、自然と歴史の中で生まれた長崎の馬家紋が独自のセンスでデザインされました。長崎の夢トラックデザインコンテストは、佐々町の佐々木玲香が子どもたちに長崎県の魅力を知ってもらおうと行っています。3回目の今年は458作品の中から、桜ヶ丘特別支援学校3年陳寿美咲さんの馬家紋で作る長崎が最優秀賞に選ばれました。いや、もう嬉しいしかないですよね。やっぱりもうみんなたくさんいる人の中からこうやって私が賞を取れたのが嬉しいですね。その走ってきて私の絵が もっとたくさんの人に知ってもらえばとっても嬉しいと思っています。最優秀賞のほか、優秀賞に選ばれた作品がトラックに描かれ北部九州を走ります。